さーてと、よいしょ。昨日ナットに塗った接着剤が乾いたようなので、ちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じでですね、溝で接着剤が固まってくれたようなので、まずは弦を張ってナットの溝の高さを確認してみましょう。はい、アップしてみるとこんな感じですね。どうでしょう、見えますかね、このちょっと弦が前より高くなっているのが。前と同じように押さえて叩いてみましょうか。5弦はちょっと高くなりすぎましたね。この指が動いているの分かりますでしょうか。弦が沈み込んでるの分かるかな。これだとちょっと高すぎるんですけれども、これで分かるかな。この隙間の量ですね、この隙間の量はちょっと空きすぎですね。これはこれもちょっと隙間空きすぎですね。6弦もちょっと低いんだよな。あ、これはまあ後日でいいとして、今度は5弦4弦のナットの溝が高くなりすぎてしまったので、次は削っていきます。ナット削るの久々ですね。では削っていきます。一度弦を張り直してみます。はい、電光を見てみると、あ、ちょっと4弦削りすぎた。またビビリようになっちゃいました。4弦削りすぎたか、これでも削りすぎか。5弦はちょうどいいくらいになりましたね。見てわかりますかね、この5弦がちょうど良くなった感じ。ちょっと押せるようになりましたね。今度はほぼベタ付けになっちゃいました。ちなみに5フレットでちょっと押せるくらいですね、まあ、ギリギリですね。今回は応急処置なので、こんなもんで諦めようと思います。はい、2日かけてナットの調整をしてまいりました。まあだいぶ大雑把な調整になりますけれども、この動画の趣旨としては、以前アンパンマンのマーチを弾き語りした動画が上がっているんですけれども、それがあまりにも暗い、子供に聴かせる音楽じゃないと言われたので、甥っ子に聴かせられるアンパンマンマーチを撮り直そうというのが趣旨ですので、ナットの修正は大雑把に済ませました。でそもそもこの貼ってある弦、見ていただいた通りカラフルな弦が貼ってあるんですけど、かなり激安のコーティング弦なんですね。なので正直弦としての質があまり高くはないので、聞いた時にバズる音が出てしまうのは仕方ないことなので、ある程度諦めます。ではまた次回、今度こそ弾いてみようと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。